さて11月3日本日ゴジラマイナスワン公開日です。やっとですよ。長かったですね、撮影から長かったですけども、僕はもう緊張してほぼ寝不足な状態で。そうなの。まあそうなんや。緊張しますよ、やっぱり皆さんに。今まで秘密が多かったですから。あ、そうだね。はい、皆さんに言っちゃいけないって言われてね。そうなんですよ。契約書が分からない。しかも多分見てくださった方、先行の方は多分限りなく少なかったので、全国でバーンってこう、ようやく見てもらえた初めてなので、めちゃくちゃ緊張してましたけど、この 1,2 週間俺街でもゴジラを見る機会多かったもん。いや、駅にゴジラいるとかさ、準備が徐々にもう公開に向けてだったんですね。徐々に広められてたんですね。広められてたんですね。あ、どうですか、改めてお二人。いや、なんか嬉しいな、やっとあの恐怖を共感できるのかと思うと。確かに大変でしたもんね。ね、ゆきはもうなんだろう、なんかいや、もう本当楽しみでしかなかったから、見てもらえることに、なんか、まあ、全部は話せないけど、あ、やっと、まあ、でも同じだな、同じです、もう、ね、気持ちがやっと共感できるんだって、ね、見ていただかないとね、伝えられないことも、で、やっぱり劇場でマジで見てみた方がいいっていう、もうこれは僕たちが体感したのをそのまま体感してほしいと思うんですね。ゴジラと共に、はい、ゴジラを見に行くじゃなくて、ゴジラを倒しに、ぜひ劇場に来ていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。